はい、皆さんこんにちは、シュウです、今回は、2020年、女子学院中の中学受験の問題となっております。この問題としては結構受験テクニックがあったりとか、あとは合同の図形、あと二等辺三角形、正三角形のところがしっかりと分かってないと、取らない問題となっています。それではよろしくお願いいたします。はじめなんですけど、補助線がいるんですよ。補助線としてはここなんですが、よくある問題集のパターンなんですが、こういうふうに補助線を引くんですよ。この時にここの扇形っていうのがここ半径になるんですよね。なおかつこっからここも半径になるんですよね。また、こっち側の扇形の時も半径なんですよ。この扇形とこの扇形の半径は同じなので、全て長さが同じになります。で、3つの辺が同じ時っていうのは正三角形なので60度ってなるんですよね。はい、ここも60度ですね。で、そしたら、その次なんですが、ここが、30度、90-60は30ってなるので、その次がどうやるかというと、扇形の半径とここの半径も長さが同じなので、ここも二等辺三角形になります。そしたら180度から30度引くと150度、割る2にすると75度なので、ここが75度、ここも75度でなるので、ここを錯覚すると、各 R は、はい、75度が正解になるという問題でした。ただここが75度だということが分かれば、53度75度で180度引けばいい。そうするとここの角度が出てきます。はい、180度から、はい、53度と75度を足せば、はい、答えは52度になります。なのでここが52度、でまた二等辺三角形の考え方と同じです。また二等辺三角形との長さが同じで、どこが言うとちょっと、この扇形見てほしいんですね。この扇形を見た時に、ここの半径とここの半径は同じ長さになります。そうするとこの三角形は二等辺三角形なので、ここが52度だったらこっちも52度なんですよね。だから52度52度でここが角度出てきます。はい、180度から、はい、52度を2倍した数が、はい、104度、ってことは76度が出てきます。ここ76度です。なので90度を引けば24度出てきます。なので答えは E の角度は24度が正解になります。はい、こういった問題でした。特に中学受験の問題、正三角形のところとか二等辺三角形とか、あとは合同のところですね、がよく出てきますので、しっかりと頭を入れてやっていけばこの問題は解けると思います。難易度的にもまあまあいい問題ですし、まあ、トレーニング的にはすごくいい問題だと思います。今回の問題がためになった、面白かったと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた。ご視聴ありがとうございました。今回の問題はもし分かりやすかったらグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。